なんもないか。サッカー、サッカー絶対何かあるはずなのに、ここなんかめちゃくちゃ怪しいのに行けないなんてどういうことだ。ちょっとこれ一回さ、セーブ&ロードして、何か使える、いやでも吸い切った後に何かできるとかそういうのってないとは思うんだけど、なんかおかしいな。関係ないのかな。じゃあ一回このゲームのデータをロードして配置を直してみますね。何かヒントがわかるかも。まさかこっちから来る、なくはないのか。あの土管まで行って、うっそ。あとは、地球儀、地球儀が持てる、これ何か役に立つ。うん、あれを使って何かに当てられないかチェックしましょう。当然これはもう調べてあるよね。さあ、地球儀をどこかにぶつけられないかチェック。あー、返して、うん、あったあった。これを使ってこういうの破壊する。あー、なるほど。いや、なるほどだけどさ、めっちゃこぼれましたけど、上の方でよしよし、オッケー。じゃあちょっとびっくりするぐらい出てきたけど、この辺りは調べてあるからな。うん、よし、じゃあこれを使ってさらに破壊できないかチェックチェック。あ、関係ない。お、来たー、よーし。さあ、宝石ゲットからのこっち、お、真珠、いいね。うん、さあ、うまいことこの地球儀を使ってアイテム発見しているんだけど、あの隠し通路はどうやったらいけるんじゃいっていうのがまだわからない困るな。これとかどう、これ。あ、関係ない、関係ないっていうか、どこ狙った今。向こう左側の方は確かハイパーバキュームで吸ってるから、いいっちゃいいですよね。うん、何もないか。あとはこの船に当てるとかさすがにないかなこれは。うん、よし、じゃあいいでしょう。とりあえず宝石を見つかって万々歳ですけど、他に何か。うん、ランプ、ランプには反応がなさそうな感じだね。狙いが難しいどこを狙ってるんだ。やっぱりロックオンしないところは基本的に関係がないと思っていいんでしょう。じゃあいっか。
あと狙えそうなところ。上の方なんかすごく、あーでもこれ光が入ってるだけか。上の方に何かありそうな感じがする。光が差し込んでるっていうだけの演出かな。さすがになんか天井に穴が開くとかそこまではないかな。これ以上上に持ち上げられないしな。うん、よし、じゃあここで一旦セーブを挟んで、うん、タイトル画面に戻って一回チェックしましょう。よし、お、さああらかた戻ったかな。さあケーブレストラン、うん、こうしてみると確かにあそこだけランプの火が消えてるのが分かりやすいけど、あの大量のヤシの実を何かに使うのか。この状況、椅子を使って登るってこともできない。うん、さあというわけで特に進展がないから今回はここで一旦引いておいて探索を進めていきたいかなと思います。ここなんか行けそうなんだよな、本当にこの上に登る方法が何かあっておかしくなさそうな感じなんだけど出てこないからな。何かを見落としてる可能性が高い。うん、ここ普通に入れるとかそんなこともないよね。じゃあしょうがないか。よし、じゃあ諦めて先に進めていきましょう。なんかめっちゃ悔しいけどしょうがない。よし、じゃあ先進んでいきましょう。さあというわけで桟橋のこの鈴というかベルを引っ張る。おお、まさしく幽霊船ってやつ。なるほどね。おおすごい、ちょっと近すぎない？びっくりした。迫力ある。おっと、あぶねえ。さというわけで海賊船が幽霊船になっちまったぜみたいな、そういう感じかな。うん、もう一回。まあ何もないよね。怒りは今でこそ何か意味がある。何もないか。うん、よし、さあいかにも怪しげな感じだけど出てくるかな、なんとか船長的なやつが。おっ、あキノッピオ。うん、さあどうやったらいけるところなのか。なんだあれ、出た。あれでもなんかお化けの着ぐるみじゃないような感じ。おお、なんだって、シャーク船長。何かっこいい眼帯てか義眼がボタンだ。おお、ちょなんか一気に偉いことになったけど、どういうこと。サメのお化けが実は船長的なやつで、しかも目に義眼というかのボタンが埋め込まれててみたいな、大変なことになってますけど。あー頼りたい、すごく今頼りたいけど、下の方に口みたいなところが出てきてるから、あれに触らないようにして何かどうやってか攻撃するのかな。うん、おー、ベイダダ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 。俺はすごい怖いですよ普通に。上の方に敵がいるけど
もう樽を食べさせる。いや、いつ爆発するかわからんから怖すぎるでしょ。いやいや、今の勝手に食べてくんないか。よっ、逃げて。いや、投げ方、あの、コントロール。お、転がす。あ、来たー、やったー。けど、すごい。いって、ちょっと逆に、今の、俺がくらいいったよ。コントロールがうまいのか、悪いのか。よし、来た。あ、来てない、まだ食べて、あ、口開けてない、よかった。危ない。よっ、マークなります。よし、転ばせ。いいよ。お、おえー、来たー、本体グーグーとか言って。あー、逃げろ。危な。さあ、どうする。あ、効かない。おー、チャスチャス。来たー、音が遠い。よっ、よし、さらに。あ、ダメだ。グーイージ君でやろうと思ったけど。あー、もう一回同じやつ。なんか結構違うみたいな。あー、ちょください。いてててて、痛い、痛い、痛い。グーイージ君が食べられる。あーみたいな。あー、食べられた。うわー、助けてー、グーイージ君。あれ、連打だ。あぶね、あぶね。連打するあのマークが離れてるから分かんなかった。よし、さあ、貴重な経験が得られたところで。あー、逃げろー。うぅ、ガッヘッヘッ。よし、なんかちょっとあの爆発するまでが短そうな感じですね。よし、さあ、準備万端。ほいほい。いてててこない、なかなか来ない。危な。ハートハート。よし、オッケー、ほっ、ナイス。結構しつこいぞ。あ、間に合わない、逃げろ。上のやつらはそう、何もできない。あ、ダメか。うん、これかな。あー、ちょっと爆発するのが早かったか。よっ、よし、わお、ゲフゲフ。くれ。あ、ダメか、一回逃げましょう。よし、おそらく突き刺さった時にやらないとダメなパターンなのかな。あ、お、あ、眼帯でガードする、やるな。来た、えい、よし、さあ、引っ張って、のっ、よし、おっと、ルイージ、ああいうとき、ほんと反射神経すごいな。え、嘘、やばくない、壁から来る。いやー、ちょっとこれ、どうするの。どうしよう、座れるやつ、これ。うわー、ハートがあるけど、おっ、うおー、なんか空気読んだ。ちょっとどうするこれ、どうするこれ。耐えたー、すごい、ちょハートもないくらい。あー、ください。もらったら投げる、もらったら投げる。いけてるのかこれ、いけてるか。痛いけどしょうがない。やるかやられるかだから、もういいぞ。おい、くれ。いや、タイミング、そんなの気分。よっ、あー、ねー、いや、やったやった。めっちゃギリギリやん。あー、セーフ。すっげえ、もう大アトラクションだよこれ。グイジ君も手伝ってくれたまえ。よし、よっ、グイジ君だったら安心安全。あ、グイジ君が一発で壊された。よっ、おっ、よっ、あ、連鎖的に爆発するやつする。
あ、やったやったやった、よし、この野郎ちょっと食べ過ぎたか。さあ来いや。お、あー、なんかかじられたかじられた、助けてー、グイジ君グイジ君、よし、グイジ君か。しかしここはおとりになってもらう。うん、やはり無理か、これは避ける。あれ、ちょっと避けられ、避ける方法が分からん。追ってくる。バーストか。お、よし、来た。せーの。オッケー。さあ、こいつでとどめといきたいぞ。来たー。おお、尻尾長い。勝ったー。危ない危ない、すごい、もう大冒険じゃん。お、これは魚の歯切れ。うん、よし、なんとか辛くも勝利したか。っていうか俺、あの骨買ってなかったっけ、どこかで使っちゃったのかな。うん、セーブしてなかったのか。うん、どうだろう、買ったような思い出があるんだけど。ああ、あっ、はー、お、お化け、お、ありがとう。うん、これ最初なんだろうと思ったけど、ああいうことか。すごい、もうめっちゃ手に汗握るとはまさにこのことって感じだけど。うん、これ動くとは思わなかったら、動いてるとこやっぱ狙うの難しいよね。うん、さあ、というわけで、まるで映画のような大迫力でしたけど、うん、なるほどね、表現がいいよね。あとちゃんとお化けの、ん、シャーク船長が合体した時もちゃんとあの眼帯というかあれが残ってたし、おお、いいね。これでキノピオを助けて、次はこのキノ、あ、キノピオがいると謎が解けるんじゃない、あの謎通路とかと思うんだけど、どうかな。もしかして俺は無駄な時に頑張ってた可能性が、うん、そうだよね。やっぱりなんか謎が解けないなと思ったら、ちょっと無視して次行っちゃうとか、そっちの方がいいのかな。あまり無理に頑張ろうとしても時間だけかかっちゃうよね。よっ、キノピオがいればこういうところ楽なんだろうけど、逆に吸い込む時にキノピオが邪魔になるから、今のうちに。おっ、よし、あれ、これただの果物だ。さあ、これは、よっ、おっ、おイエス、なんだろうこれ、なんだって、まさかの宝の地図、もうすでに行ってるっていう待てよ、宝の地図が発見できた後に行くと、とか、いやでもあの場所まんま宝箱あったところだからこの宝の地図をゲットした時の、すでに取ってた時のがっかり感まあしょうがないよね、うん、おそらくあの宝箱でしょう。さっきからこのガリガリなってる音は何なんでしょう、怖いですよね。うわ、めっちゃ吹っ飛んでくる。あれ、これ下に落っこちちゃったんじゃない、あ、なんか引っ張れそう、落っこちてないの確認。うん、よっ、よし、アヒルちゃん、よし、じゃあこれ回転させまくりましょう。おおっとと、わー、あれ、あ、吸い続けないといけないやつ、逃がさない、ドン、あー、逃げられる、危ない、よかった、確保からの拾って、ドン、あれ、まだいるじゃん、あ、違う、いるかと思ったらもうバラバラになっちゃったやつだ。よし、オッケー、さあ、カモン、グイジ君、ドン、
あ、なんか吸ってないじゃん。クソ確認してなかった。よしよし、あ、消えた。なんだこれ、何回も使えるやつか。あ、違う、なんだこれ、ロブスター、ロブスター。うん、取れないお金。うん、よし。さあ、そして怪しげな場所よっ。オッケー、じゃあ吸っちゃいましょう。ここ怪しいな、何もないか。ワオ、よし、大量大量。さあ、すっかり海賊船のお宝をもらったと考えていい。なんかちょっと、あ、上のボロ切れか何かかな。うん、なんかポリゴンが欠けてるなみたいな感じがしたけど、関係なかったか。よーし、さあ吸って吸って、他に何かないかチェックチェック。うん、まああとはキノピオだけだと考えていいでしょう。いやー、今回大変だった、大変だったというか、なんていうか、あの、よくわからない隠し通路に入れなくてめっちゃ時間かかった。しかも結局入れないままっていう。それはキノピオがいればなんとかなるという可能性を信じていくしかないのかな。うん、でもボス戦がかなりすごく大変だったというか、ピンチでしたよね、かなり。あれ、下手すると大ダメージ受けてそのままやられちゃうってこともあったと思うけど、あのサメが襲ってくるシーン、あそこはバーストで避けるのかな。うん、普通に歩いて避けられなかったから、そこがちょっと対策できればよかったんだけど、まあでもそのままやっつけられたからいいでしょう。よし、じゃあ助けるぞ。待って、この大砲みたいのはキノピオ大砲キノピオくんをここから撃ち出すとか。グイージくん、グイージくん、あ、こうな、あ、違ったか。なんかここ開いてさ、中にグイージくんか誰かを詰め込んでみたいな考えたんだけど、うん、じゃあいっか。よし、お、来たー。何今のお、よくやったルイージくん、またまたキノピオくんを助け出せたの。なんであんなにルイージ増えて震えてんのあれ震え方おかしくない。さあ、例によってキノピオくんはベースラボで待機しておるのが良いじゃろう。これルイージくんよ、エレベーターまで案内してあげるのじゃ。了解。なんでこんな2人とも震えてんのこれ。グイージくんはそんなに震えないよね。そこ何か震えポイントがあるの。あ、震えないわ多分ルイージかあのキノピオの震えが伝わってくるんでしょうね。あ、おう、うん、さあ吸い込んで何かできないかな。どう、ええー、よ、うん、うん、よし。さあ、というわけで、じゃあ一旦ここで区切っておきたいかな。うん、キノピオくんで何かできそうなところはないか。どう、うん、まあ大丈夫でしょう。さあ、宝石はあと一つ残ってるはず。うん、どこだろう。やっぱりあの隠し通路か、このキノピオくんを使って破壊できる何かみたいな感じか。まさか月とかさ。いや、うーん、無理か。でもこれはちょっと、まさかマストを破壊するかあ、違うとこ行っちゃった。キノピオくん、黄色キノピオがよかったまあでも一応マストはチェックしておきましょう。当たるかな。あ、大丈夫だね、よかった。これが、いや、マストっていうか、いや、マストか、これ。うん、多分そうだね。うん、他に、はい、スポット、あれ、おっと、びっくりした。いや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 、うっそ。ビーチレストランで、ビーチフロアレストランで月を撃ち落としたいや、撃つのはわかるけどさ、本当にキノピオ、キノピオくんで撃ち出すと思わなかった。
もう押し込む絵とか全くなくやるからすっごいびっくりしたよ。おお、まあでもできてよかったですね。つうかこれキノピオがいる状態じゃないとこれお題こなせないじゃん。意外となんかきついお題ですね。見逃したらアウトみたいな。いや、やりすぎでしょ。スキップスキップ、うん、なるほど。じゃあまあこれ見られたからいいとしましょう、うん、よし、じゃあ今度こそ区切っておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。あ、君は背中に乗らないんだ。